維新経画の際に、鹿児島県で撮影された、写真前列中央が、家ともなを、左隣は与安長補、家ともなは、琉球王国末期の王族で、家御天十一世にあたる。琉球王国十七代、昇皇王の四男であり、最後の国王昇太王のお父にあたる。琉球最後の摂政として、琉球諸分の南極に対処した。朝ただと称していたが、 島津忠義が藩主となり、同時を忌避して伴おうと改めた。維新経画では生死を務め、日本の鉄道開業が礼に散列した。単に、家王子とも表記される。当名は、昭剣琉球国王、昭皇王の四、男として生まれた。母は昭那派後母白霊、新武士勤で、兄である、昭和津氏、王佐と王子長京とは同福である。 父である、昭光王には判明しているだけでも二十六人の子供が存在し、子供たちは礼遇された。母である昭那覇は、またよしあご母死老霊の残言によって、首里城を追い出され、兄、長京は、城内で馬の草刈りをさせられた。そして、友直は、浦添紛り城間の農家で育ち、農業や家畜養育に励んだ。14歳の時に、 首里の阿母言親方の下で表向きは草刈りとして働いていたが、実は王子としての養育を始められていたという。また、その当時に東倉村の伊形家で草刈りなどを行っていたことから、伊形の亀称と呼ばれていた。1834年、父である昭光王が没した後、イボ兄である朝、うつがなお育王として即位し、20歳になっていた昭和通市を、 大里王子として取り立てた。同年に、友奈夫も家御殿である家味朝平らの養子となり、家東大城の名号を賜り、大城味となった。家御殿の志士となってからも勝手口から出入りしようとしたという。大城味として、治業三百国を領することになったが、翌年三月に養父である朝平らが病没し、その加藤を継いで家と掃除当職となった。 1836年12月、ケイズ座奉行職に任せられ、2年後には、第四座奉行職に転校された。同年、聖師、管理院員修、林光年、副師、管理院員編集工人官が作法師として使わされ、昇降王の悟る際、なおを中山王に封ずる大典を行った。そして、友直は、翌年、作法の報告のために上国をしている。 1841年12月3日には地行を100、国家玉物された。1854年、徳川家定の将軍継承の経が制止として、江戸立ちしたが、薩摩に到着した際に将軍が死去したことで、江戸立ちが中止となった。1859年には平等所総部教職を、兼任した。1860年4月、将軍、家持の継承をがするために、 再び、敬画聖師に選ばれたが、7月に、老中癖山と守るからの告示多端という内容により、延期となった。当時は、尊能上異論が熾烈で、3月には、桜田門外の変により、井直介が、狂人に倒れるなど幕府にとって、たじた難な時であった。また、友南は王子でありながら、豆腐料理を好物としていた。ちしゃ長軒ら、 後の王政維新刑罰の随行員に対して、食べ物の好き嫌いには上下はないはずだと話していたという。1872年6月、友野は仮の摂政に任せられた。従来ならば、薩摩藩主の承認を得るべきであったが、この当時はすでに廃藩知見によって、薩摩藩は鹿児島県となっており、従来のように、薩摩藩の承認を受ける必要がなかった。 そして同年7月、王政維新の経営が正史に任ぜられ、福祉、義和朝康、三義官、木安親雲上城朝、タスク、山里親雲城などと共に参経した。1872年8月、帰国のトロで、摂政与那城王子の後を受け、摂政を任ぜられた。その時に、治療を200国を送られて、総治療校600国となり、翌年3月には、 久米島マ川シカマギリの掃除当職を任ぜられた。この時に、王政維新系菓子の功労王も加えて、さらに二百国が増加されたが、友直はこれを固く誇示した。また、女マギリアジ、掛け作り特大ゼニを同じく送られたが、これも誇示して受けなかった。ところが、翌千八百七十四年九月末、グ川カワマギリ掃除当職は、生したカノリに賜ったため、トモには、 琉球藩長は政治的主君を認め、招太王から次々と賞与があったか、これをすべて誇示した。最後には女紛り掃除当職を命じられ、並数落行業に百国を賜ったが、ともなはあくまで従来の家と掃除当職として、島民の生活福祉に力を尽くしたいとの胸を国王に上申しその許しを得た。1875年、明治政府は、 琉球藩に清との関係を断絶させ、その上台湾出兵の謝恩として、招待を自らの三経を要求した。その他にも、反省改革など重大な問題が起こったが、その度に原因が、伴う一行の警護士の仕置きが悪かったからだ、とされ迫害や弾劾などの行為が激しく行われた。そしてついには、国民運動にまで発展し、1876年に、 元三主官であった親清派の亀川親方などが、家王子と直ら警賀氏一行の罪を論断すべしと要求した。この頃、友直は途上出資のない日には、石峰の別荘に籠もる日が多かった。そして同年3月、山を理由に職を辞し、6月には隠居して、加藤を、長男大城アジアサナに継がせた。友直は摂政を辞職した後、 いつおの幼い朝常を連れて、石峰の別荘に行き、東京から持ち帰った梅を庭の月山に移させた。これが育つ頃には、何時も大人になっているであろう。山と世になっていること、と朝常に聞かせたというが、幼い朝常には、その意味がわからなかったという。後年、朝常は、身内のものに、あの頃の父は、子供心にも大変疲れた様子に見えた。その頃は、 確か、まだ五十五歳くらいであったはずだが、ひどく年寄りに思えた。目がかすむ、とよく言っていた。と語っていた。また、友もうは、大和世になる前に、いち早く朝常に、琉球式の原服をさせようとしていたという。ともは千八百九十六年に七十九歳で、死去した。朝常は晩年、お伴もに、三味ミを持たせて、石峰の別荘によく出かけた。 出かける時期は友直が鉢から移させた梅が大きく育ち花が咲く頃と決まっていってた。そこで朝常は一人静かかに三味線を引き父、友直を忍んでいたという。1871年、明治政府は琉球に使者を送るよう要求し、琉球王府はこれを維新政府への警護士と解釈し、正太陽の名城として友直を生死、儀の安を朝方福祉として、友直 東京に派遣する。ところが、明治天皇の名目で発せられた詔書の内容は、正体を琉球藩王となし、女子手家族に列すとあり、琉球王国を天皇が任ずる藩王が治める琉球藩とするものであった。友直らは困惑したが、日清領族体制を明治政府が認めたものと解釈して受け入れた。維新経過史として、東京在京中、友直は、 福祉のよろしわん町歩、参議官の知社場長兼とともに、明治五年九月十二日、新橋駅で日本初となる、鉄道開業式典に参列、新橋横浜間を走る一号機関車に乗車した。ともなおら琉球施設は、このお飯列車に、明治天皇のほか、有栖川宮みあたる人親王、三条、美,美、山尾洋造、井上正、添島種臣、 西郷隆盛、大隈重信、板垣大輔、井上薫、勝海舟、黒田清隆、陸宗光、江藤新平、伊地地正晴、山形有友、西郷つ道、み肘方久本、渋沢栄一などと共に乗車している。琉球処分の頃、直し琉球を存続しようとした頑固党の中でも、犯行の態度が消極的な白党と親親国派で頑固に、 日本政府に反対する黒党が存在した。この時、新国の上海にて発行された新法に、琉球の旧氏族が王を立てることに関して議論が交わされており、そのあり方をめぐり白黒両党に二分されたという胸の記事が掲載された。それによると、白党は、小太王を東京から迎えて、再び王位に服することを目指し、黒党は、 小太王を無能としおじである友なを立て、新王を立てた後に俗国となる旨を深刻に密訴したという。また、日本の新聞にもこれと同内容の記事が掲載されていた。1872年の少々王家をめぐり対立を深めていた旧琉球氏族は、琉球の社食存続を目標とする共通の思いはあったが、それゆえに、両者の溝はより深いものとなった。 ありがとうございます。